話せ。怖いのか。どれが怖いだ。俺はエデン衛兵隊長のジャグル様だぞ。逃がっていようが、じゃがっていようが、頭引っ抜いてお手玉にしやるよ。ってなんだ、クソ、石でも踏んじまったか。お手玉にして遊ぶのではなかったのか。やばいってけん。もうここは奴らの流れだ。そのようだな。周りを見てみろ。ジャグラ、俺から離れるな。奴らの巣のようだな。俺の後ろにいろ、ジャグラ。おい、ケン！やはりな。見てみろ、ジャグラ。説明は後で。来るぞ。ジャグラ、待て！なんでもねえよ。すまなかったな。くそ！こいつは一体何なんだよ！
ありがとう。ケン、説明しろよ。ケン、こいつらはどうしてこんな。この鬼月たちはこの前のお前と同じく今日の剣を受け心を壊された人間たちだ。なんだって。つまりここにいる鬼月たちの正体は、じゃあ、ああ、想像ジャグレ、ジャグレ、ケン、何？俺たち衛兵隊が、もそう思うとよ、ジャグレ。心配すん、こいつらが生き。わかった。ようやく山頂か。驚いた。まさか鬼月村を抜けてここに来る者がいようとは。何者だ。この山で生きる者だ。鬼月の集落を通らずにここへ来る道を知っている。ここで何をしている。山の主として秩序を壊す者を排除しに来た。何をする。愛する娘、What the-
すぎる。骸骨剣、まだまだ、これが北斗神拳か。はあ、あの子は、キサナは元気にやっているか。キサナから。はあ、あいつの核、人をどの程度傷つけると死ぬ。私はキサナに刺され。なぜ生きていることを書く。私が生きていると知れば頼りだから、私はこの、だがまさに今、キサナはお前のことを知っていたのか。下を見ればは。ユリア、あの者が奇跡の間に入ったことで扉は閉まったのだ。彼女が目覚め寝台から起き上がらない限り扉は開かない。どういうことだ。重し扉に似た仕掛けになっているのだ。奇跡の間の寝台に人が出るとスフィアシティの扉は閉まる。なぜそこまで知っている。3年前重傷を負った妻をあの場所に入れたことがあるからだ。何だと。何としても妻を助けたかった私は、スフィアシティにある石板に記されていた情報を頼りに、どんな怪我も治癒できるという奇跡の間の存在を知った。そして藁にもすがる思いで妻をあの寝台に寝かせたのだ。どうなったんだ。驚くべきことに本当に傷は癒えていったよ。おそらくユリアというあの女性の怪我も治るに違いない。ユリア、なあ北斗の男、一つ頼まれてほしいことがある。なんだ。私の代わりにキサナを守ってやってほしい。守る。キサナから聞いているだろうが、あの子は私を恨んでいる。母親を殺した殺人者としてな。今さら生きてましたと言って姿を現し助けてやろうとしても戸惑うだけだ。頼まれる前に一つ聞きたい。どうして奇跡の間に入れてまで助けようとした妻を自らの手で殺したんだ。うん、俺には理解できない。最愛の妻を殺めるような人間は。お前に何がわかる。
人間というものの本当の恐ろしさを知らないお前に何が、あの時妻は奇跡の間に行くことを拒んだ。エデンを治める者として立ち入りを禁じた場所に入ってはならないと。だが俺は諦められなかった。だから苦しむ妻を連れ奇跡の間に行った。だが何があったんだ。あなた、もうダメよ。安心しろ、傷は治ってきている。いいえ、あの砂が落ちる前に私の体は治らない。私は死ぬべきなの。何を言ってるんだ。諦めるな。私なら大丈夫よ。あなたと出会い恋をして、キサナのような素晴らしい子にも恵まれた。いい人生だったわ。お前、せめて最後は愛する人の手で行かせてください。お願い、あなた。私は妻を奇跡の間から連れ出し、自らの手で殺めたのだ。近くで娘が見ていることも知らずにな。お前にそんな私の苦しさがわかるか。救えなかったことは今もまだ心に引きずっているのだ。気にするな。その無念しっかりと伝わった。今話したことはキサナに黙っていてくれ。分かっている。話せる日が来たら自らの言葉でキサナに伝えた方がいい。それに勝手だとは思うが、もしもの時が訪れたら、キサナを連れてエデンの地下に避難してくれ。もしもの時、いずれエデンに崩壊の時が訪れる。すでにいつ起きてもおかしくはないのだろうがな。聖帝軍だ。聖帝軍。この乱世を滑る野望を抱く男、聖帝サウザーの軍勢だ。奴は波動を歩むべく自らを聖帝と称し、強力な武力で次々と村を制圧している。そして次に奴が選んだ獲物がエデン。俺は一旦エデンに戻る。皆が心配だ。サウザーには気をつけるがいい。奴は南都政権の中でも最強の使い手と聞く。南都政権最強の男。いずれにせよ、エデンの未来は君にかかっている。頼んだぞ、北斗の男よ。
略であろうとも容赦はせん。この聖帝サウザーに歯向かう者には死あるのみ。ジャグレエデンが聖帝軍だと。くっ、すぐにエデン縄文の修復はまだ間に合ってねえ。今も殿の中に侵入してやがる。ケン、片付け。ああ。
き。ジャグル、なことはどう。申し訳ありません。何、キサネブ剣二手に。分かった。じゃあ俺は、ああお前もな。
総改札。無駄なあがきはやめる。僕と骸骨剣。こいつらの追い、なんだよ、聖帝だったらここ、ただ行く気か。だったら炎の中を突き、それと行った。そうだな。
敵。剣士郎さん、聖帝を見ている。聖帝、そうか。お待ちください。どうした。聖帝は誰も近づけないようにと、この先には大量の、さすがの剣士郎さん、せめて少し。そうだな。ここは…せ…え？道を開け…おい…引き返せっつってんだろうが！帰…てめえら！やっちまえ！この…通しても…Yeah!
手なあがきはやめる。とくと骸骨剣。レイ、すまない、ケン。俺では奴を止められなかった。ケンシロウさん、ケンシロウだと。そうか、昔あった北斗のガキか。でかくなったな、小僧。お前が聖帝サウザーか。貴様を話せ。この聖帝、お前ごときの指図は受けぬ。この町には豊富な水と無尽蔵の電力がある。そして女にも困らない。気に入ったぞ。ところでお前はなぜここに来た。こいつはお前の女か。いや、だがこの町には俺の愛する女がいる。愛ゆえか。くだらぬ理由だ。そんなものにこだわる人間の気が知れぬ。ここに俺の居城を築くとしよう。女、喜ぶがいい。お前の町はこの聖帝サウザーに捧げられるのだ。全てあなたの思い通りに行くと思ったら大間違いですよ、聖帝殿。ほう、随分と強気だな、女。だがお前に何ができる。あなたを殺すことです。こんなおもちゃで俺を殺せるとでも思ったか。いい加減にしろ。どうした。
それで終わりか。お前はもう死んでいる。ほう。飛行人中局をついた。飛行の中で最も破壊力を持つ必殺の飛行。貴様の命はあと3秒。ふん、3秒か。面白い。ならばその3秒数えてやろう。一つ、二つ、三つ。何？わかったか小僧。この体に北斗神拳は効かぬ。俺の体は生まれついての帝王の体。誰も俺を倒すことはできぬのだ。そんな、ケンシロウさんの剣が効かないなんて。バカな。確かに飛行をついたはず。さあどうする、ケンシロウ。ほう、北斗神拳が効かぬと分かりながらなお俺とやり合う気か。面白い。なんと乱れるとき北斗現ると聞く。ならばお前と戦うのが俺の宿命。貴様、女、お前に最強の男というものを見せてやろう。なぜ構えぬ。俺の剣、なんと鳳凰剣に構えはない。構えとは防御の型。我が剣にあるのはただ制圧全身のみ。来ぬのならこちらから行くぞ。来るがいい。お前は下がっている。この俺を倒すことができるかな。この体に北斗神
と神経は効かぬ。この体に北斗神拳は効かぬ。サウザ、貴様の体の謎は見切った。ならばもう一度打ってみよう。心臓の位置も逆、そして飛行の位置も表裏逆。それがお前の謎だ。お前の負けだ。何？ケンシロウさんの言う通りです。女、この貴様、無事か？ジャグル、それにあなた方は？サウザーよ。
エデンに侵入したお何？引くがいい、サウザー。おい！サウザーよ、あなたはと。サウザーよ。ケンシロウ、一つ聞こう。なんだ？俺以外にもこの先、エデンは様々な軍勢に狙われるだろう。ケンシロウ、お前は愛のためにそのすべてを相手にするというのか。ああよかろう。愛などというくだらぬものでお前がどこまでやれるか、せいぜいあがいてみせるがね。エデンの危機に駆けつけていただき感謝。我らの将が眠るこの町を守るのは当然のこと。では